結構ね、僕は身をちょっと残しつつ、皮むいた方が絶対に失敗しないです。あとヘタも事前に取っといた方がいいっすね。黒い部分はまあこうやって、なんかパッと見あのオレンジ色のパプリカみたいな見えるな、これ。はい、では130度で30分。うまいな。まだちょっと、ちょっとじゃあ、熱々。どうですか？熱。いただきます。甘くて、おいしい。ほんまや。甘。はい、というわけで今130度で、10分追加焼きいたしました。おい、こんな感じで熱っ。お、ええ感じやで、これ裏側熱々熱々熱々。さっきより甘なってる。で、終わろうと思ったんですけど、実はね、ちょっとかなりあのパリパリのやつが、こんなんとかめちゃくちゃ美味しかったんで、ここら辺のまだパリパリじゃないやつをもうちょっとあの追い焼きします、これが。さらに130度で10分間焼きました。なんかちょっと見た感じ落ち葉みたいな感じになってます。明らかにさっきと音が全然違いますけど、結構ね、しっかりと焼いた方が美味しい柿の皮チップスができると、いうことが分かりました。というわけで皆さん、ちょっとまた再度になるんですけど、柿の皮捨ててらっしゃる方ね、この機会にですね、今回のレシピを参考にして、柿の皮チップスを作ってみてほしいなと思います。というわけでお相手はバンメシチャンネルのバンちゃんでございました。また次回のレシピ動画ね、皆さんさよならです。ご視聴ありがとうございました。